秋葉原の無差別殺傷事件のような誰でもよかったという無差別で理不尽な事件がこのところ起きています。そんな犯罪に万が一巻き込まれてしまった時に被害をできる限り少なくしようとする動きが出ています。秋葉原で起きた残虐な事件、刃物による通り魔的な犯罪は1月には品川区の戸越銀座で、この前の日曜日には JR 大阪駅でなど相次いでいます。ちょっと危険というか、警戒してしまいますね。もう磁石がいるのでとてもね、不安ですよね。油断できないなっていうのもあります。社会安全研究財団が今年3月に発表した調査によると、およそ7割が1年前に比べて治安が悪くなったと思うと回答。不安を感じる場所としては路上や繁華街が上位を占めました。そんな社会不安を反映してか、こんなものが出てきました。刃物の切りつけに対して、普通の繊維よりは強い繊維を使った T シャツということですね。カッターナイフや果物ナイフなどで切りつけられても切れにくい防護 T シャツです。普通でしたらこう切りつけられたら切れてしまうんですけれども、これを普通にこういう風にした場合でも、あとは残ってしまいますけれども、実際見ていただいたら分かるんですと、全然裂けてないと思うんですよ。では一般的な綿の T シャツではどうでしょうか。やはり切れてしまいました。素材には綿の3倍を超える切れにくさを持つ強力なポリエチレン繊維が使われています。先月下旬に発売されたこの T シャツは、秋葉原の事件以降問い合わせが増えました。中にはあの事件以来人混みが怖い、狙われているわけではないけれどなどといった漠然とした不安感を訴える声もあったということです。確かに商品に関心を持っていただくのはいいんですけれども、この T シャツがどんどん出回るような世の中っていうのは複雑な気持ちありますよね。一方、都内の危機管理会社ではプライベートレッスンで刃物による攻撃から身を守る方法を教えています。基本的にこの軌道を外してあげればいいという。なんか持ってるなと思ったら、ね、簡単にはもう逃げなさいってことです。でもし逃げれば余裕がなかったとって言ったらもう、ね、砂漠ターンやったらこの駒はいいですよ。このままバーン顔、うん、こっちから、はい、これまでは警備会社などセキュリティ関係の仕事に携わる人向けに行っていましたが、刃物による事件が多いことから誰もが知っておくべきだとして先月から一般に門戸を広げました。最近だともう隣のいるもう全く普通の人がいきなり来てブスって刺してくるってことも 100% ないとは言えない時代になってきてると思うんですね。で、自分も例えばそういう事件に遭遇したらもうまずその場をいち早く離れるっていうのもあるんですけども、いろんな選択肢があると思うんですよね。選択肢の一つに、今回のセルフディフェンスというのを入れてみてもいいんじゃないかなと。身の回りにあるものは何でも身を守る道具になります。携帯なら持ってるじゃないですか。要はここで、本しかなかったですよと思ってた。これで要はハードケースだったら突き抜くことできないんで、ガーンってやった後、要はこれで、でもいいし、ね、こっちでバーンやった後、これで今度顔。今までの危機管理とかね、そういったそのいろんなその防犯の人の教えっていうのは、危ない目に遭わないためにはどうすればいいのしか言ってなかったじゃないですか。危険な場所に近づかないのがいいですよ、ここは危ないですよ。じゃあ危ない目に遭ったら、遭っちゃったらどうするんですか、答えられませんよね。だから危ない目に遭わないのにはどうしたらいいのかも大切なんですけれど、危ない目に遭ったらどうするのっていうことをこれから考えなきゃいけない。はい、こちらが VTR にありました防護 T シャツなんですが、ちょっと触ってみて
ただけます。やはりちょっとこう厚めの感じですね、はい、で強い感じします触ってみて。そうですね、もう繊維そのものが違うという感じがしますよ ね、 すね、まあ、ただこれ突き刺しには対応できないということでして、はい、まあ、こういったあの防護 T シャツですとか、はい、防犯のための護身のための知識、はい、これないよりあった方がいいとは思うんですけれどもね、複雑です ね、 ですね、とても女性も足がすくんでしまいますしね、異変をいち早く察知するということは共通だと思うんですけどね、そうですね、はい。